豊かになるためには、まあ、人間関係もそう、お金とか、恋愛関係とか、まあ、いろんなジャンルであると思うんですけども、皆さんこんにちは、ナナムです。今日はですね、豊かになるためにはっていう、トピックでお話をしていきたいと思います。豊かになるためには、まあ、人間関係もそう、お金とか、恋愛関係とか、まあ、いろんなジャンルであると思うんですけども、全て一緒でですね、たるを知るとか、まあ、今で言うとこあるを見るとかっていう風によく言われてたりもしますよね。もう、まずここに尽きるなと思うんですけども、もう知ってるよと、もうそらそうでしょ、たるを知る、そして感謝でしょ、そんな分かってるよって思った皆さん、もう少し、聞いてください。あのたるを知るって、まあ、例えばもともとヨガ哲学のその三等者にも、たるを知るっていうのがね、ヨガ哲学の教えの一つにあるんですけども、こう現代人の私たちがたる、を知るって聞くと、ちょっと感覚的に、もっと求めるんではなく、現状のままの状態で満足しなさいっていうような、なんかどこかそういうスパイスが私は感じられるんですね。でもそうすると、じゃあ私は今現状にないこんな風な、風になりたいんだけどって言ったら、それは我慢しなきゃいけないのかってなんとなくなっちゃうんじゃないかなって思うんじゃないかなと思っていて、でもそのたるを知るの本当の意味とはということで、話していきたいんですけど、たるを知る、こう今の現状、まあ、目の前の、ことって、感謝できることってたくさんありますよね。特に日本だと本当に豊かな国だし、お家ですぐお水が出るとか、もう何でもです、何でも、普段当たり前と思っていることが、たくさん豊かなことは、まあ、すでに豊かであるということはあるわけですよね。これも豊かだ、あれも豊かだっていう、こう目の前の現実に対して自分がそういうふうに、思いながら毎日を生きている日常と、自分はここが足りないなとか、あの人は持ってるのに自分は持ってないなっていうふうな、まあ、足りない意識、まあ、不足を見るっていうふうな意識で毎日過ごすのと、この2つの、この違う生き方ですけども、自分に対する認識、自己認識っていうのが全然変わってくるんですよね。やっぱこう目の前にある、あ、私これ豊かだな、これ幸せだなっていう風に、まあ意図してフォーカスして生きている日常だと、だんだん私って豊かだなって、私って豊かだなっていう、この自己認識になっていくわけですよね。でも不足を見て、まあ、時間かけて毎日生活してると、やっぱ自分は足りないなって、自分は達成できてないなと、自分って満ち足りてないなって、自分ってそういう人間だなっていう自己認識になっていくわけですよね。やっぱり毎日毎日重ねていると、自己認識っていうのが変わっていくわけですよ。その自己認識が目の前の現実を作るわけだから、じゃあそのどっちの生き方をするか、どっちの立ち位置で生きるか、どっちのフォーカス、どっちにフォーカスを向けて生きるかで、結果的にあのこの先の豊かさが変わってくるっていうことなんですよね。だから目の前の、この現実の、たるを知る、あるを見るっていう生き方は、結果的に、まあ、未来のというか、この先の、まあ、こうなりたい豊かさに必然的にもう直結してるっていうことなんですよね。だから今のことだけじゃないんですよ。初めにお伝えした、今この現状で満足しなさいっていうような教えではやっぱりないですよね。もう本当にありきたりな話、たるを知る、ありきたりな、もう皆さんが誰もが知ってるような話なんだけど、今一度今自分があのこの現状で満足してることとか、もうすでに達成してることとか、そっちに目を向けて、もう向け続けて、日常を過ごしてみてください。本当に変わります。幸せの数を数える感覚ですね。でやっぱりあの全てこの世界波動でできているので、まあ、そういうさっき言ったこっちの生き方ね、こっちの立ち位置、こう今幸せを数えるとかね、たるを知る日常を生きていると、まあ、そっちの周波数になりますから、まあ、類ともってもね、よく言うけども、人間関係もそうだし、全てそこに反映されるわけですね。全てのジャンルにおいてその周波数だから、なんかもうさらなる豊かさを全然望んでない
縁だったら全然やる必要ないと思うんですけど、その願望を持ってる人は、ぜひなんか軽い気持ちで、あ、こっちだったこっちだったってこう立ち位置、まあ、前回の動画でも言ってますけど、立ち位置っていう感じで本当に軽い気持ちで遊び感覚で、やってみていただけたらなと思います。この話をシェアした時に7クラブの第1期のメンバーがすごいいいフレーズを言ってくれてて、今ここハッピー発掘って言ってくれたんですよね。でも本当にそうですよね。今この目の前の今この現状のハッピーなことを発掘していく、そっちにフォーカスを向けていったら絶対うまくいくからっていう、ことですよね。皆さん一緒に、ハッピー発掘をしていきましょう。ではまたね。バイバイブー。